LDUSB に。上に30秒インジケーターの試験ですね。的を勝ってますね。やっぱ強いね、これはね。これは、ちょっと安すぎる。80万じゃ安すぎたかな。ちょっと待ってくださいね。値上げするかもしれませんから。はい、勝ちましたね。今日ね、8時から始めたんですね。で、7750円ですね、もう。稼ぎがね。早いですね。1000円ずつだけなんですけどね。これね、ちょっとね、シグナルの方はね、本当なんだけど、こうね、でね、設定値 55% の60にやってみたの。シグナル数多いけど、乱暴なんだけどね。ちょっと様子見てんだけど。ね。ね。これね、15分足なんですね。15分足で分析してるんです。30秒はね。だいたいシグナルが出てからちょうど10秒に打ってます。今はね。1個だけ。ね、ちょっと変わったのね、この打ち方がね。これちょっと変わったんですよ。ね。USB。上に軽。これもう一本とか。怒ったんだね。負けたらいいやつしかない。ね。強いね。強いね。強いね。これね、打っちゃったんだけど。下がったからちょっとね、本当に上がったでしょ。強いね。NCDJPY。下に出る。はい、いいとこ打ったね。ちょっと10秒後ぐらいに打ったんですね。あ、めっちゃ早くても打ったけども、だいたい正確にしていて、ね。これが私がね、提供してるやつですね。インジケーター30秒。ね。うん。LDUSB。さあ、どうかな。下に、売る。
これで曲げちゃったかな。あ、これはちょっとだいぶ曲げちゃったね。大失敗。それでまあ曲がってるくらいですね。ミニラル USB。さあどうでしょうかね。これはいいかな。どうかな。勝ったね。